どうもデテンションおかすみ一足のネヘイトです。ネヘイト VTuber になりました。ネヘイトが動いてる、感動だ。我ネフライトやぞ。早速だけど自己紹介。お名前はネフライト。名前の由来は緑色の宝石から。年齢は28歳。お誕生日は5月28日。好きなことはゲーム。ゲームは大得意ということで、今回はフォートナイトやっていきたいと思います。ミクロにするぞー。なぜいきなり VTuber になったのかっていうと、一番はやっぱ VTuber になりたかったから。今の世の中ってすんごい勢いで技術革新が起きてるじゃん。それこそ VTuber だったりメタバースだったり、バーチャルアバターを使ったゲームとかもね、いろいろあるし、 VR チャットとかね、まあ、近い将来ねゲーマーなら誰もがバーチャルアバターを持っているとかね、まあ、そんなね世界も近いんかもしれない。 VTuber に、ね、なおうと思った理由は本当にねいろいろあるよね。例えばさ、ネフライトって全然顔出ししないじゃん。でも顔出しした方がさ、表情もわかるし、まあ、リアクションとかもわかりやすいからあった方がいいじゃん。そこで VTuber なんよ。横にね台本があるんやけど、例えば横を見ると、おお、横みたいね。台本読んでなってすぐ割れる。何々？ヌヘイトのお誕生日である5月28日に配信で初の 3D オフレメのアーカイブもあるので、まだ見てない人はぜひ見てください。運動とかをしているヌヘイトが見れます。28日に28歳のお誕生日を迎えるって運命感じる奇跡やとかね。やっぱりリアクションとかね。大事よな、まあ、それもやっぱり理由の一つだよね。昔からね VTuber にはねずっと興味あったよね。なろうって思ったし、もうそれこそまあ3年ぐらい前なろうと思ったんやけど、まあ、実際動き始めたのは1年ぐらい前からかな。計画始めたのは、うん、けど、ああ外れた。見えそうで見え、あ、見えた、うん、外れんかい。うわ、それは当たんかい。今の方は逆にむずいんじゃん。当たっちゃった。 VTuber さんとねコラボすることもあったり、あとはねそのゲームするときとか、その VR 関係の、俺も VTuber だなーってね思うこともねいっぱいあったからね。で、なんでまあこのタイミングかっていうと、やっぱり 3D ってさ結構特別じゃん。なんかやろうと思ってもさすぐできるもんじゃないよね。やっぱり時間とかもかかるしってのもあって、じゃあどのタイミングしようと思って考えたら、まあ、誕生日、やっぱ誕生日って特別じゃん。もう1年に1回しかない、まあ、特別にヒットでね、まあ、この日にね VTuber にデビューしました。いやまあ、今後の活動なんやけど、まあ、VTuber の活動はね多くなっていくかな。え、実写はってね思う人はいるとは思うんやけど、まあ、そもそも考えてほしい。ねえ、実写全然やってないよ。よくよく考えればマジで実写やってないよね。だからまあまあ今まで通りかな、実写は。まあ、VTuber でいろんな活動してきたよな。まあ、例えば実写プラス VTuber とかね、もう現実世界に 3D のネフライトがいるみたいなねとかもやってみたいな。なんかこういうのやってほしいとかねあれば全然ねもうやっていくんで、ぜひコメントしてください。こういうのやってとか。うん、シャワーと後ろ、おスネーパーええ感じもしかして。今吹いたばっかりやのに当たってや。ええ感じやろ。いやいいね。ん、飛んでんな。
木の上ぐらいだと思うけど、見えるかな。あれもちょっと足見て、足見て、足見てる。やりしらみしてたな。ラッキー。うん、その点で飛んじゃう。いや、こっちの方おるかな、敵さん。あ、いるいる。ドッコン。いやん、スパイダーマンの音欲しい。スパイダーマン、あー、早かった。リロロして逃げられた、もしかして。あ、逃げられてる。よし。おー、ドラゴンスネーパーじゃん。いいね、いいね。お、装備強。めっちゃめっちゃ行こうかなって俺の装備欄が。よし。うん。快適スパイダーマンに行くか。スパイダーマンを使ってやって楽しいよな、これ。一番色系好きだわ。ずっとやってほしいもん、これ。スイスイーン。スタイリスに決めろ。よいしょ。スパイダーマン、この移動してからすぐ撃てるのもね、強いよ。楽しい。すぐ撃てないの、ストレスだけど、基本的に。すぐ撃てちゃうよな。スパイダーマンでも。いやー。夜中いる。出た。できた。なんかメガシティにいそうだな。索敵してみるか。うん、ないか。キルドグを流れてからかかったらいいと思うよね。ちょっと建築探そうか。戦った後、いやー、空島っぽいな。建築空島あるし、この辺で一気にやられてたんかな、スネーパー。あ、でも今もやり合ってんな。いや、ワンチャン。いける。あー、外れた。でも空島が撃ちまくってやるぜ。え、なんかこっち向かってきてない？もしかしたらこれ来る？強気すぎんか？来てきてや。もう一回ジャンパか？ん？おー、復讐してくる。いや、でもさすがに、いやめっちゃ続きやったな。おー、さらに強くなってしまった俺の装備欄が。あ、なんかスライパー飛んできた。あ、ほら、いるね。いや、でも木やから燃えちゃうよ、ドラゴンスナイパーで。ブレスショット、よいしょ。中にいたんだ、まだ。二人いたっぽい。隠れたな。いや、オッケー。なんかかわいそうだったな、今のと。なんか最初の建築を、建築燃やされて家の中避難してたら燃えていた、いたっていう。いや、ドラゴンショット。あ、当てた。
じゃあラスト一人リクレスって。最後はドラゴンブレス決めたいな。全然わかんないな、最後の一人。ベガなんか勝ったどこやったん、最後の一人。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、スイッチのフォロー、よろしくお願いします。ジェジー。VTuber ネイファイトでした。バイバイ。